おはようございます、かりんです。今日は9月15日で、朝起きたらまずなんですけども、いつもはご飯も痩せるおかずを食べるんですけど、まずこの青汁、これとコラーゲン粉末、コラゲネードいっぱい、ちょっと少なめに、いろんな料理にも入れるのがなんか習慣になっていて、そのおかげで髪の毛太くなって、爪も髪も伸びるの早くて、でいつもお水やけど、ちょっと豆乳で割ろう。昨日ブロッコリーと鮭の豆乳スープ使って、この豆乳を飲みきらなあかんから、でちょっとお箸で混ぜて、初めてもう豆乳自体飲むのがもう久々やから、でこうやって、では今日も一日頑張ろう。あん、普通に美味しい。私はもうこれはもう水でそのまま飲むのがもう慣れてて美味しい。そしてこのすっきりフルーツ青汁には81種類の酵素が入ってて、もう代謝を良くしてくれるから、もうそれで普段動いているので、もう相乗効果でもう痩せる体作りに、今これ4箱目でも今日体重を測った 48.2 で、ダイエット始めて8ヶ月15日で 7.6キロ、7.6 キロ痩せたことになる。でこの粉末コラーゲンも嬉しいのが、筋肉量もアップしてくれて、筋肉量アップするっていうことはもう痩せやすい、体太りにくい体質に持ってってくれるのも、これはもう最初の目的はやっぱりコラーゲンをずっと取ってて、もう安くて手軽に取れるからっていうので、もうカロリーも低いし、下に溜まってるから、こうやって、混ぜ不足や。それでは今日も一日頑張りましょう。今からこれを飲んで、トイレ掃除はもうしてしまったから、フローリング掃除して、あと活動していこうと思います。それでは